部点とは、二重結合を一つ持つ、不法和単化水素。分子式 C4H8 で表される。四種類の異生体があり、そのうち二部点には、機械生体であるシス型と、トランス型が存在する。ブチレンとの故障もある。分子量は56.10。マイケル・ファラデーによって1825年、発見されたとされる。二重結合を持つため、 他のアルケン同様に不荷反応を起こしやすい。水と反応して、ブタノールとなったり、水素と反応して、ブタンとなったりする。それに加え、様々な負荷重合体を形成する。空気より重いガスで、非常に引火しやすく、厳重な警戒が必要である。エチレンの片方の炭素に結合している、水素原子が、両方をめちるもとに置換された構造をしている。 姿勢式は CH2 イコール C に有点摂百140.3度、沸点摂六6.9度。無色で独特の匂いを持つ機体。CAS 登録番号は115から11から7。一部点の構造式一部点の分子モデル姿勢式は CH2 イコール CHCH2CH3。有点摂取185.3度、復点摂取6.3度。 発火点は、摂氏384度。やはり特有種、無色の気体 CAS 登録番号は106から98から9。姿勢式は CH3CH CH イコール CHCH3。発火点はどちらも摂氏324度。混合物の CAS 登録番号は107から01から7である。今日、 ブテン類は接触分解によるエチレン、プロピレン、海質ガソリン製造の副産物として生産される。すなわち、接触分解により、総重量で10%未満の C4 止め分が生成されるが、そこから豚自ンを回収した後の止め分は、主成分がイソブテンであり、残りは1部テン、2部テン、N、ブタン、イソブタンなどの混合物である。 これら成分の生成比は上流工程の接触分解の生成比調節により変動する。三種の部点のうち磯部点は科学的反応性が高くあるいは分子サイズが他の異性体よりも小さいことから科学的方法か物理的方法のいずれかで分離される。すなわち科学的には適当な温度で硫酸と反応させて 選択的にタートブチル硫酸エステルとして硫酸で抽出したり適当な反応条件で選択的に硫酸触媒化水和させてタートブタノールとして科学的に分離する方法が採用される科学的に分離されたタートブタノールは酸触媒化脱水することでイソブテンを再生するまた事例は少ないが3から10オングストロームの最高を持つ 分子部類に分子サイズの大きい1部点、2部点を吸着させ磯部点を物理的に分離する方法で磯部点が分離される。残りの1部点、2部点、部単類は原理的には上流により分離が可能であるが、1部点ないし2部点は分離することなく他の。 化成品の原料として転換され、未反応の C4 アルカンは接触分解の副原料として回収利用される。すなわち、一部点、二部点の水和は、マルコフニコフ足に従い、いずれもにブタノールを与え、そのままか、あるいはさらに触媒的空気酸化により、メチルエチルケトンに転換されるなどして各種化成品の原料となる。ありがとうございます。